今日は腕のマッスルコントロールのお話をしたいと思います。前回肩のトレーニング動画をアップさせていただいたんですけども、その動画の最後の方で肩のマッスルコントロールのお話をさせていただいたんですね。でそれに結構好評のコメントをいただいたものですから、今日はこの後腕のトレーニングをやる予定なんですけども、ということで腕のマッスルコントロールのお話をさせていただこうかなと思います。マッスルコントロールとはその通り筋肉を操るということで、その筋肉にしっかりと効かせるためには筋肉に対しての意識を高めることっていうのはね、とても重要ですから、そのために、マッスルコントロールを、高める練習っていうのはですね、とても効果があります。僕も結構これまでたくさんの練習っていうのをやってきていて、その中で割と再現性が高いんじゃないかなと思う方法を今日はご紹介したいと思います。まずその方法なんですけども、見た目で言うとね、こういう力の入れ方です。これ何をやってるかっていうと、腕が曲がりも伸びもしないように肘関節を固める意識で腕に力を入れてます。だから二頭筋と三頭筋の両方に同時に力が入ってるんですね。まあ、反対の腕でこう揺すってもいいんですけど、それを揺すられないように固めてってやると、こう両方に力入りますから、こんな感じで、できる方はいきなりできると思うんですけど、二頭と三頭の両方に力を入れると、腕がねグッと横に広がる形になって、ちょっと太くなる。ボディービルだとこういうなんか腕のアピールとしてやったりする力の入れ方なんですけど、この二頭と三頭両方に力を入れた状態から腕の曲げ伸ばしをするっていうのがマッスルコントロールの練習になります。例えばこの状態から肘を曲げていくと、二頭筋の収縮がより強くかかるのが感じられると思うんですけど、そこから今度は腕の力を抜かないように肘を伸ばしていくと三頭筋の収縮が強くなる。こっちは力入れたままで、今度逆に肘曲げていく、こっち力入れたままでってやると二頭筋の収縮が強くなる、三頭筋の収縮を強くかける、二頭筋の収縮を強くかけるっていう練習なんですけど、これ結構ね難しいんですよ。こう肘伸ばそうとすると二頭の力抜けちゃうし、肘曲げようとすると三頭の力抜けちゃうんですけど、そこを抜かないようにグッと固めた状態で、だからゆっくりしか多分動作できないと思います。僕もこのぐらいがマックススピードで、これ以上速くしちゃうと片方にね意識がいっちゃうので、こんな感じでやる練習です。でこれがなんで、腕のマッスルコントロールの練習になるかというと、二頭筋と三頭筋それぞれに単体で意識を持つことができるからなんですね。例えば肘を曲げるっていう動作は結構他の筋肉も使いやすい動作なんですよ。肩がこう三角筋の前側が参加したりとか、あるいは肩がすくんで引き上げようとしちゃったりとかね、そういう余分な力が入りやすいんですけども、これを腕にグッと力を入れた状態で肘曲げようとすると、三頭筋で肘がこう伸びる方に引っ張られているのに対して二頭の収縮で肘を曲げてくるっていうことをやるもんですから、他の余分なところに力が入らず意識が集中しやすいんですよ。ちょっと矛盾している部分はあるんですけど、三頭を意識しながら二頭を意識するっていう感じで、二頭筋だけに意識を集中しているわけではないんですけども、腕を固めた状態で行うことによってすごいねこう意識しやすくなるんですね。でこれ三頭筋も一緒で、肘を伸ばす動作だけに意識を持っていくと、一緒に腕を振るような感じで三角筋の後部を使っちゃったりとか、あるいは手首をこんな感じで屈曲させちゃったりとかねっていう、他の筋肉も参加しやすくなっちゃうんですけど、二頭筋でぐっと固めて行うことによって他の余分なところに力が入りづらくなって三頭筋の動きをしっかりと意識することができます。三頭は肘伸ばしきるところまで収縮かかりますので、この状態からしっかりと肘を完全に伸ばしきるように、でこれは肘伸ばしきるっていうよりかは三頭筋を収縮化するっていう意識で
伸ばし切ると、ここがカンカンに、ね、力入りますから、ちなみに三頭筋だけにこう意識を集中させている練習の時は、手のひらは下を向けて押し込むような意識で、手首をね、こう意識してあげると、三頭筋は意識しやすいです。さっき動きのついでに手のひらを向けたままやったんですけども、三頭筋は基本押し込む動作で収縮しますので、そういう感じで手のひらもですね、下を向けた状態でやってあげると、三頭筋にね、意識を集中させやすいです。はい。ということで、腕に力を入れた状態で曲げ伸ばしをすることによって、それぞれ二頭筋と三頭筋単体の意識がしやすくなるというですね、まあ、練習法をご紹介させていただきました。で、これはあくまでも練習ですから、これを実際のトレーニングにつなげていくわけなんですけども、まず二頭筋の方からね、今の腕を固めて二頭筋の収縮で曲げ伸ばしするっていうこの形、今、肩は落ちてて、で腕は体の横に反った状態になってて、で二頭のこの力入ってるという感覚が分かる範囲で肘伸ばしていくと、多分この辺が一番、肘伸びた部分かなと思うので、ここをボトムにして、そこから二頭の収縮を一番感じるところまで肘曲げてくると、多分この辺、僕だとここがトップになるので、今の範囲を、ダンベルを持って行うと、このフォーム自体がですね、上腕二頭筋に効くダンベルカールのフォームになります。もう一回やってみると、さっきのグッとね、腕固めた状態で持ってきたボトムポジションでダンベルを持って、でそのダンベルを持つ時の注意点としては、指先で持たずに手のひらの根元、親指の付け根をしっかりとグリップに当てて、で指で包むように持っていただくと、手首の先に重りが固定されている状態が作られますので、二頭筋に負荷がかかりやすくなります。その状態であまりグッと握らずに指で挟むようにダンベルを支えて、でスタートポジションに持ってきて、この時しっかりと肩を落とすように意識して、でここから、三頭筋も力を入れてね、グッと腕を固めた状態を再現して、で二頭筋の収縮を意識しながら肘を曲げていって、でさっきの二頭筋がしっかりと収縮するトップポジションにダンベルを持ってくる、でまた三頭筋で固めながら二頭の収縮を感じながら下ろしてきて、スタートポジションに戻す、その動きを繰り返します。重りを持ってると、重りで基本引っ張られてますから、腕を固めるっていう、三頭筋に力を入れるっていう意識はちょっと薄れるんですけども、さっき腕を固めた状態で曲げ伸ばしした形を変えないっていう意識でフォームをキープすると、あとは二頭筋の収縮とこのストレッチに意識を集中させて繰り返し行うと、ここにねすごい効いてる感覚が感じられると思うんですよ。今5、6回か6、7回かしかやってないですけど、めっちゃここにね、もう効いてますので、はい。じゃあ、三頭筋バージョンもやっています。三頭筋の場合はね、タオル使います。さっき、三頭筋に力を入れるっていうね、練習で腕を固めて、まず肘を伸ばすっていう練習をしました。その時、手のひらは下を向けて、手のひらで押し込むような意識で、腕を固めた状態で三頭筋を収縮させる。でまた二頭で固めた状態を作りながら、三頭筋が伸びていくように肘が曲げていって、でトップは僕だとここでもう肘がこう腕で潰されて曲がんなくなるので、まあ、ここがトップポジションですね。そこから伸ばしていって肘の骨がポコンとはまるところまで伸びますから、その時に、三頭筋をしっかりと収縮させてあげて、っていう、ね、練習を、これを負荷をかけた状態で行います。負荷をタオルを使って再現するんですけど、輪っかを作ってですね、そこに手を入れて、でこんな感じで支えます。できれば手のひら全体にタオルがかかるようにすると分かりやすいかなと思うんですけど、でこれで
上方向に引っ張って、でこれで負荷がかかりますから、この状態でさっきと同じこと、腕を固めた状態で伸ばしていく。伸ばす方向はちょっと円を描くように体の後ろに持っていくイメージです。それを反対の手で支えながら伸ばしていく。でまた戻すときはグッて力を抜かないように2頭で固めたまま3頭の伸びていくっていう感覚を意識しながら、こっちの反対の手で持ち上げて三頭筋がストレッチ。ストレッチって言ってもグッと伸ばせるような感覚じゃなくて、あくまでも力が入った筋肉が伸ばされていくっていう意味のストレッチなので、まあ、伸ばされた感というよりはだんだん筋肉の長さが伸びていくみたいな、そういう感覚をこう意識しながら、これ、重りを支えながら筋肉が伸ばされていくっていうことをぜひ感じながらやってみてください。でそこからまた腕を固めた状態で、決してこう巻いちゃダメですかね、巻くとここに力入っちゃうので手のひらで押し込むような感じで最後までキープして肘を伸ばしきる。でこれ負荷をあんまりかけすぎると逆に効きにくいもんですから、適度にこうスーッと動くことができるぐらいの力加減でやってあげると練習としてね意識しやすいと思います。だから動きとしてはこのぐらいのスピードでできる範囲でタオルを引っ張ってあげてください。引っ張ってる方の肩も結構疲れてきますけど、まあ、三頭筋のストレッチと収縮を意識しながら、もう一回ってやると三頭筋にねすごい効いてる感覚、まあ、あとちょっとした痛みも感じると思いますので、まあ、これもねぜひ試してみてください。はい、今右だけやったんで右が結構張ってる感覚があります。まあ、これ左右同じようにねやっていただいて、まあ、ぜひね効いてる感覚を感じる練習としてね取り入れてみてください。でこの感覚をトレーニングに生かすわけなんですけど、実際のトレーニングの時はもっと重たい重量でやりますので、反対側の筋肉で支えながら行うっていう意識はもう感じることはできないんですけども、練習で行う時のフォームと全く同じ形で動作を行うっていうことを意識すれば必ず対象筋に効かせることができますので、そのフォームをね最後まで徹底してぜひ追い込むように意識してみてください。
という感じで今回は腕のマッスルコントロールのお話をさせていただいたんですけども、前回アップした肩のトレーニング動画はジュラシックカップの9日前ということで、追い込む最後の肩のトレーニングだったんですけども、今日はジュラシックカップの4日前ということで、もう最終調整に入っているものですから、今日後で行う腕のトレーニングはもう追い込むことはせずに、二頭筋と三頭筋を動かす程度のトレーニングを行うつもりです。だから今日ご紹介したようなね、こう二頭と三頭に意識を集中させて、チーティングとかもあまり使わずにエネルギーをね使い切るっていう意識でトレーニングをやります。もう最終調整で炭水化物をすごい少なくしていてですね、今1日ご飯 300g、100g 3回しか食べてないもんですから、結構エネルギーは枯渇してる状態で、もう全然力は入りにくいんですけども、でもそれはね、明日までで、明後日と明後日はもうカーブアップをしてしっかりと張りを戻して、で、4日後大会っていう感じで、コンディションをねこうピークに持っていきたいと思っています。はい、ということで、今のねコンディションチェックをちょっとしたと思うんですけど、炭水化物減らしていますから、張りはだいぶなくなってきてる状態なんですけど、ちなみにさっきお話しした二頭と三頭に力を入れるっていう腕を固める意識は、ポージングの時も、こういう時とかね、あとさっきのサイドチェストでもそうですけど意識していて、ダブルバイセップスのこういう時とかも二頭と三頭両方に力入れるなんてことをねやったりしてるんですけど、そういうポージングを繰り返し練習してると、さっきの腕を固めるっていう意識もねこう高まって、それがまたトレーニングに生かされるといった感じでね、ボディービルの大会に出ると、そうやってポージングの練習を毎回やりますから、だんだんこうマッスルコントロールも上達するみたいな、そんな相乗効果もねあったりします。で、これも前回のねお話と被るんですけども、このポージングの練習っていうのはボディビルの大会に出ない方はですね、あまり活かす機会はないんですけども、マッスルコントロールを高めるための練習としてはとても役立ちますので、っていう見方でね、今日のお話はぜひ聞いていただいて、興味のある方は取り入れてみていただければと思います。はい。ということで、あとちょっとね、減量は終わりますので、できることはしっかりとやりきって、ジュラシックカップ当日はベストコンディションで舞台に上がれるように、引き続き全力で取り組んでいきたいと思います。はい。ということで、腕のマッスルコントロールのお話でした。最後までご覧いただきありがとうございました。